対しまして新職業殺し屋三欠はそうですね、勝ちチーム負けチームそれぞれが、やってもいいよという場合だけやろうかなと思っております。時間の関係もありますんで。そうですね、もう、はい、あ、ではコメントもらうと忘れた、新職業殺し屋チームそれぞれコメントもらいたいと思います。はい、どっち行こうかな。こっちから行きますか。あ、召喚師さんじゃないですか。まあなんかチームメイトが強すぎて、壇上まで0勝0敗できちゃったんで、まあせめて0勝2敗で優勝とかいうことにならないように、活躍したいと思います。さっきの試合ちょっとレベル高すぎてついていけなかったんで、今から見る方々は申し訳ないです、本当。エロ画像だったらすいません。あ、そうですね、さっきの試合に比べると何になるかもしれない。楽しく頑張ります。鳥の万葉さんに面白いコメント期待してます。お前ら楽しくなんてさせねえぞ。頑張れいでボッコボコや。見とれよ。え、あちらの方は参加者の方ですかこれ。え、どなたですか、保護者ですかこれ。一般の方じゃ あ、じゃあお疲れ様でした。あ、そんなわけで、ね、先ほどの試合がいい試合すぎたということで、自信を失わずにね、ここまで来たんですから、しっかり頑張っていい試合を期待します。じゃあそれぞれ先方決まりましたら手を挙げてこちらの方まで教えてください。いや、さっきのジョニー強かったね。さあ、お互い先方の方決まりましたでしょうか。決まりましたね。それではスタートボタンの方を始めてください。準決勝第2試合になります。さあ行きましょう。ワンピー側、新職業殺し屋チーム先方トゥーリョイの代表チーム、なんだよ、帰宅のなんとか、ああ、わかるわかる、あれ、実況の席の隣にヘギーさんが駆けつけ応援しております。応援か。さあ次は三河堂村の勇者 40A チーム、カムイグッドデーモンディズィ先方です。スタートボタン押してください。内容見てるからな、みんなが。さあ、せめて一勝はしたいと言っていた東梁さんの意の、万葉に勝っても一緒には考えられないよねなんて言わないように、万葉さんもしっかり戦ってほしいね。さあ、どうしようかね。さあ、先鋒戦、
ディズニー対イノということで、ちょっとお互いに置き攻めが強力なキャラとなっております。どちら先にダウンを奪うか、そこに注目して見ていきたいと思いますって感じですね。さあまずはクッションさらっていく、落としてキングス優勝コンボ、落として2敗から青キャンカロー中音一方選手は2区の殺しは殺し屋が上からかぶさっていく、クリスマスノーゲージでダウンを奪って置き攻め、しのぎ切れるか、中盤取っている、さあ口出し、さあ投げて円安から下から置き攻め、中段あの高さでもヒット、あかりあかん前、はいジャンエスかジャブリーリーダー、なんでこんなに人気があるんだよ。最終ラウンドだ、キンパスを空振り飛ばして、さあ端追い詰められるジャンプです、さあ中段ガード固めて飛んで逃げる、さあ端戻ってくるジャンプネスヒット、あよしからさあかなり気まずい空中足突っ込んでいくのディフリー、さあからカウンターエンエスケミカルタッチピー殺さない王手、豊島区だっけ、豊島区だっけ、豊島区だっけ、江戸川区の喧嘩師だっけ、さあ出てくるのは江戸川区の喧嘩師、さあここはスレイヤーということで問題の、そうですね、けど先ほどスレイヤー戦一応勝ち上がっているんで、けど B バンダイでほとんど試合が殺しのシーンやってたんですけど、スレイヤー大活躍でしたかね、この勢いがすごいですよ。あーっとタチピー立ち合い巻き込んでる、ジャンプ系からさあ喧嘩しが攻める、喧嘩慣れてる感じがしますね、もうこの殴り合い、マップハンチで突っ込む、ジャンハイカウンター、立ち合いチャンディチョッカー一気に持っていく、江戸川の喧嘩しがます一方選手、ラインランドニエスからジャンプキャンセル、本体を殴っていく、ジャンハイ上からかぶせて前蹴り、 2K から立ち合い先端サマーを使って昨日返しそうにか、今日は前ハイがね当たり、あタッチピー見ている、落とされて次のオキセル通るといたぞ、ゲージも回収挟んで DOT 青木は出ない、前蹴さあ投げ返し、お緊張したかワイヤー、さあ窓の向こうには山手線のホームが見えます高田のまま三角、さあ江戸川区の喧嘩師スレイヤーに対して出てくるのはパフパフバイケン、まずはカーマインレッドレモン三角村の優勝パーティー A と全く関係のない名前でしたか、それっぽい名前でした、中堅戦江戸川区の喧嘩師スレイヤー対するはパーフェクトバイケン5番対決、
チャンディ落として中段が止まる。ビッグマッパー一気にタイム走り2敗踏みつけてガリつく天下氏がもう慣れているパイルバンカー一気にガメ押し P から様子見2敗ヒット2スタイク裏回って空中出し早速ヒット裏回り SD 戦さあマイ P で空中出しを警戒KK2 K うまいジャンケジャンディジャンディケジャンケからタチピーチャンレスジャンディジャンディケジャンディ落としてからキズレコンパンスカして吸血だがここは飛んで回避マイ P カウンター待っていたが空振りマイハイマイケ押し返して出すわガード何も技折れないリーステマイス投げプレッシャーがすさまじい終わってないですね、あと1人いますあれとかさあ、勇者ですねスレイヤー、同キャラ戦となります先方、対象戦となりますがどうなるでしょうさあ黄色いカラーが勇者対しまして先ほどと同じ紺色のカラーが変化しファイルバンカー打ち切りああ間違えたやばいもしかしたらゲームの音声が変わったかもしれないんでコメントで教えてくださいさあマイケイからジャンエスそして中段ガードタチケイジャンエスジャンニケイからタチハイジャンハイジャンディジャンニケイジャンディ落として大きいぜマイケイタチクライマッパチローマイキャンから前スナグ一気に一さあマイハイ引っ掛け二ケイコパンから画面中追い込んでいく丸くいくぞバックス回避マイピーノーマルヒット画面出しマイケイはバックスでジャンプ回避してマイハイダブルアップジャンハイ飛びついてタッシュハイジャンケン2が落ちずバックスディーステからの中段マイハイマイハイコパン逃げあーと体あーツアップジャンケンジャンケン勇者も粘りますし上げてマイハイ裏から 2K 殴ってダブルアップはさせない下段無敵ですからねうわっと潰して前 K バクセン当たって空中ダッシュマイハイが引っかかってしまう裏回りうらヒットから立ち合いフェイントからまあここで前蹴り足場へそしてゲージは 50% ジョッカー立ち合いパースは間に合わず江戸川の天下氏が3打で決勝進出となりますすげえチームだな音大丈夫ですね音よかったよし、大丈夫だなあ、そっかあ、そっか、3時間延長かさあ3位決定戦どうしましょうか3位決定戦はどうしますか万葉チーム